はい、どうも皆さんこんにちは、アリアリです。ということで今回は新シーズンね、初プレイ今配信ちょっとしながらなんですけど、新シーズン初プレイしながら動画をね、質問動画撮っていきたいと思います。ちょっとダッシュみたいなのがあるんだけど、ダッシュ合ってるかな。お、ガチよ。やば、強くね、これ。一番楽しかったシーズンは何ですか。一番楽しかったシーズンは、なんだろう、まあ、チャプター2だったらフォーティーラーかな。フォーティーラーのあのチャプター2だったらシーズン3の海に沈んでる時かな。フォーティーラーがあって、自分が実績残した、結構実績残したってなんだけど、アジア1位ソロもう多分初めて取ったかな。めちゃくちゃ楽しかったから、チャプター2だったら一番好きです。で、チャプター1だったらネオティルテッドの時のシーズン9かな。もっともっと、ちょっと待って、もうフォートナイト久しぶりすぎて、やばいやばい、ほんとやばい。あっ、なあ、そう、シーズン1は、じゃあチャプター1はシーズン9のネオティルテッドがあった時が一番好きです。あの時はアリーナがなんか今みたいなポイントじゃなくて、1ポイント1キル1ポイントとかのやつだったから。うまい、こいつ。アリーナが1ポイントだったから、めちゃくちゃなんか強い人とかも今みたいになんか誰でもいけるようなやつじゃなくて、結構上手い人ばっかだったから、めちゃくちゃなんか競技性があって、やっぱりマジで。そう、これで1週間ぶりのフォートナイト通る、うまくね。さあ、感度高すぎて自分の視点に酔うんだよね。今年の目標は、そう、俺めちゃくちゃ今年の目標はあって、まずとりあえず今年まだ全然、もう言うて3月やけど、まだ全然あとあるから、目の前引きいる。もうフォートナイトはやることが多い。今年の目標は、待って、もう何回、うますぎ。そう、やっと喋れる。あらもいる。今年の目標は、Apex、まずプレデター、まあ、別ゲーの話になっちゃうんですけど、Apex レジェンド、Apex をプレデター、まあ、もう行ってるんだけど、プレデター、フォートナイトあんまりやってない間に、プレデター維持して、
なんか Apex ってプレデター維持ずっとするとバッジもらえるんよ、シーズンごとに。そのシーズンのバッジを3つとりあえずは。お前うざいな、え、ほんまに3つ集めるんだったな。とりあえずまああとバロラント、これも別ゲーなんですけど、バロラントで最高ランクのレディアントっていうキャッチになるかな。で、まあ、まあ本命のフォートナイトなんですけど、本命のフォートナイトはまあ今シーズンも正直競技めちゃくちゃガチでやって、ガチガチっていうか、まあ競技はやると思うけどアリーナもやってみたいな感じでは、今シーズン楽しくなかったしないと思うけど、まあ一応目標としては FNCS1 位取れたらなって思ってます。質問どう？返すの多すぎほんまに。俺めちゃくちゃ現役やん。フォートナしてない方がうまいかもしれん。オッケー、もういったかな。なんだっけ、そう FNCS1 位取れたらいいなって思ってます。はい、プロゲーマー以外で仕事やるんだったら何しますか。プロゲーマー以外で仕事やるんだったら、まあなんだろうな、単純に楽に稼いで暮らしたいから、まあ、ストリーマーとかじゃないかな。別にできるかとかやるかとかは別として、もしプロゲーマー以外で仕事やるんだったら、まあ、ストリーマーであれしたいなって感じです。お気に入りのアニメなんですか。お気に入りのアニメ、お気に入りのアニメって言われてもな、なんだろう、まあ、なんか軽くパッと出るんだったら、なんだろう、シャーロットと FAO、 あとヒロアカとかそこら辺です。まあでも大体みんなが見てそうな王道のアニメ見てるけど、なんかみんなが面白いって言ってるやつ大体面白いです。知らんけど。集中力上げたいときは何しますか。集中力上げたいときは、あ、モンスター結構飲んでる自分は。モンスターまあでも飲むけど、なんかモンスター飲みすぎて実際効果そんなないから、なんかそうモンスター飲んでるから集中できてるなっていう思い込みで集中してる。あとお風呂入ったりとか目薬さっさと顔洗うことくらいかな。好きな競技勢誰ですか。好きな競技勢はフジャクさんかな。なんかプレー面でもあれだし、動画とかさ、そうなんかいろいろ、あーうざ、そういうの見てて面白いなと思います。個人的に結構前からフジャクさんファンだからめちゃくちゃ好きです。好きな曲なんですか。好きな曲、そうさ、いろんな、あ、そう、暇な時曲も聴いてます。好きな曲そんなないけど、あの YouTube とかで結構活動してるコトハさんっていう、歌い手っていうんかな、ゲームとかもしてるんだけど、コトハさんっていう人が歌ってる曲めっちゃ最近聴いてます。最近ハマってることは何ですか。最近ハマってること、もう Apex です。 Apex 以外本当にしてないです。ずっと Apex を1日何十時間もします。暇があったら Apex か、まあ、配信かお風呂は。やば、この武器やってないけど、この武器どれくらい強いか分かった。ちょうど質問ぴったりくらいなんだけど終わんの。これ天才や。これいつも見てくれてるリスナーさんに向けて一言、クリエイターサポートリアリーでよかったらね、お願いします。さあこれ本当に久しぶりのフォートナイトだから黙っちゃう。びっくりした、本当にびっくりした。あ、これアンチで勝つ、まあ、しょうもないって動画的に、これ一番しょうもないやつ、アンチで勝つやつの。あっぶねー。ということでよかったらね、高評価とチャンネル登録お願いします。またこういう動画も上げると思うんで、
よかったら見てください。あとそう最後に設定ミスっていう質問が来てたんで、あの後々ね設定の動画を多分この後載っけてると思うんで、お疲れ様でした。後で設定これ取るか。